初対面でやっぱ緊張するし、やっぱあんまり役にも入り込めてない状態だったんですけど、すごくあったかかったですね。本読みの時、顔合わせの時から笑顔が出たので、あ、これからこういう雰囲気で現場できるんだなって思って楽しみでしたね。あの最初結構僕が人見知りなんでちょっとこう警戒されてたんですけど、今はあの結構仲良くて、本当に原作の入江くんとことこみたいな感じというか、僕がまあ一方的にいじってるだけなんですけど、あの、まあ、結構仲良くやってますね、はい。なんか古川さんは入江直樹になってるっていうか、ちょっと話してることの受け答えとかそういうことが全部こう、あ、入江直樹ってきっとこういう人なんだろうなっていうのをすると受け入れられたような感じだったので、ぴったりだなっていうふうに思いました。なんかオーディション来た時に空気がこうバーっていう明るくなった感じもあって、その元気よさとなんかいろんなことがこうマッチしてたんで、やっぱりこうミキさんだなっていうことでミキの丘さんに、うん、しました。人見知りなのかなって思いましたね。すごいシャイな感じがして、でも違うことを思うと、あ、入江くんってやっぱあんまり属さないじゃないですか、ワイワイしたところに。なんかそういうの演じてるのかなっていうのはちょいちょい思ったんですけど、どうなのかなってそうですね、今のところそうですね、ちょいちょいいじってはいるんですけど、意地悪なこと言ったり、まあでもその返しもやっぱことこの返しで返ってくるんで、まあ、僕も多分同じことが言えると思います、はい。